皆様こんにちは。サックス奏者の鈴木優子です。今日はストラップについて簡単にお話していきます。ストラップっていうのはサックスを支える大切な道具なんですけれども、これ一つで吹奏感とか体への負担とか変わってきますので、とても大切なパーツの一つです。今は本当にいろんな形状のストラップが出ていて、もう選び放題というか、選択肢がたくさんあるんですね。とても嬉しいことですよね。ありがたいことなんですけれども、まあ、サックスってね、結構重いんですよ。ソプラノは男の人とかはストラップなしで手で支える方もいらっしゃいますけど、アルトテナーバリトンってこうどんどん重さが重くなっていけばいくほど、重さの比重がね、どん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 負担が増えていくので、体への負担も増えていくっていうことになります。その体への負担を軽減できるストラップっていうのを使ってもらいたいなと個人的には思います。私が使っているのはバードストラップっていう、ここがちょっと鳥みたいなプレートがついているバードストラップっていうのを使ってるんですけど、ここにプレートがあることによって、こう隙間がここにすごいできるので、吹く時にここが閉まらないのですごい楽です。あと、この首にかかる部分にもクッションが入ってたりとかして、ちょっと太めだったりもしますね。こんな感じで体への負担を考えて設計されてるので、吹いててすごく楽ですし、息もまっすぐ入るので楽ちんです。あと持ち替えも結構楽です。あとはここですかね、このカチャンって閉めれるやつが結構おすすめで、こういうフックがちゃんと閉まるものがおすすめです。なんでかっていうと、フック式のタイプ、例えばこういうの、これもう完全にかけるだけなので楽ちんなんですけど、例えば座ってちょっとこう動いたりしてる間に、なんか気づかないうちに外れちゃったりとかして、バッて立った時とかにドンって楽器が落ちちゃったりとかするってことがね、稀にあるんですよね。なので個人的にはカチャンってなるフックの方をおすすめします。まあ、それからできれば、ここもこの金属っぽい方が共鳴するので、プラスチックよりこういう金属タイプの方がおすすめでですね、ここも注意点が一つあって、より共鳴するにはこのクッションとかがない方がもちろん共鳴はするんですけど、このクッションを取っちゃうとここが削れちゃうんですよ、かけるところで。サックスのここ削れちゃうと、まあ、最終的に多分プチっていって、ここのパーツだけ溶接しなきゃいけないらしいんですけど、それ結構大変だとこうリペアの方に聞いて、まあ、やっぱりあとここ溶接し直すってことは響きも変わっちゃったりとか、あと見た目も溶接の跡がパーって残っちゃったりとかして、あまり綺麗ではなくなるので、削れないように、意外とこっちが削れなくてこっちが削れちゃうので、絶対にクッションつけてください。で、私はなんですけど、なんか付属のクッションもあるんですけど、結構取れちゃうので、ビニールチューブみたいなのをホームセンターとか東急ハンズとかそういうところで買って、それを通してこうライターでちょっと炙って密着させたものを使ってます。で、結構いいです。はい、それから、まあ、普通のベーシックなストラップって多分こういう感じだと思うんですけど、さっき言ったようにフック式はちょっと危ない、外れた時が危ないっていうのと、あと、まあ、このストラップのこの部分が細いとめっちゃ首にめり込んでいたい、負担が結構大きいです。それからこう締まりますね、基本的に。でもこういうのが好きで使ってる方もいるんですけど、大体の人はここになんかね、タオル巻いてクッション性増やしたり工夫して使
使ってる人もいます。これは好みだと思うので、こっちの形の方が好きな人はここにクッション自作でつけてってやってる方もいらっしゃいます。あとは私今は使ってないんですけど、バードストラップ以外にもブレステイキングストラップっていうのがあります。でそれもおすすめです。ブレステイキングストラップはまたちょっと構造が複雑で、ぜひなんかググってもらったらわかると思うんですけど、ハーネスまでいかないんですけど、割とこう上半身でサックスを支えられるような構造になっているので、バードストラップと違ってもう少しこう付属が多いので、首だけじゃなくてもう少し負担が分担できるようなデザインになってるかなと思います。個人的に使い勝手が私はこっちの方が好きなので使ってるんですけど、ブレステイキングが好きで使ってる方っていうのも非常に多いなと思います。結構あとさっき言ったパーツで共鳴が変わるっていうのもあって、ストラップでもやっぱり響きがすごく変わってくるので、ブレステイキングとかバードストラップでつけて吹いただけでも息の入りがスムーズになる分、音色の響きとかもすごく良くなるので、あと体も楽になります。できるだけ体への負担が少ないものを使用してみてください。あとはまあ本当いろいろあるんですけど、ハーネスタイプのものだったりとか、あとサスペンダータイプのものとかもありますね。そういうのも結構楽です。私テナーだけ柳沢の黒いここのクッションがすごい太くて楽なんですけど、それを愛用していて、ちょっとテナーだけバードがあんまり合わなくて使ってないんですけど、柳沢の、まあ、5000円ぐらいだったかな、のすごい太めの、これ結構売ってます。でそれはフックタイプなので気をつけないと取れちゃうんですけど、それも割とまろやかな響きがしてクッション性もあって割と楽に吹けるのでおすすめです。バードストラップ、ブレステイキング、ハーネス、サスペンダー型、それぞれちょっとメーカーはいろいろあるんですけど、他にもここにハンガーみたいなタイプのとかもあったりとか、いろいろぜひ試してみて自分に合うもの、吹き心地いいものを、体への負担が少ないものをぜひ選択肢豊富なので選んでみてください。ではストラップについてでした。